さくらリサイクルセンターの宮田です。スマホで簡単ゴミ分別アプリについてお知らせします。皆さんは伊賀市ゴミ分別アプリをご存知ですか？市では毎年ゴミ収集カレンダーを配布し、市民の皆さんに分別収集をお願いしています。しかしカレンダーを見忘れてゴミを出す日を逃したり、捨てたいゴミがあるのにいつどうやってどこに捨てたらいいかわからないといったことがあるかと思います。そんな時に活躍するのがこの伊賀市ゴミ分別アプリです。このアプリをスマートフォンにダウンロードしておくと、お住まいの地区のゴミの収集日、分別区分や出し方などがすぐに確認できます。またアラート通知の設定ができるので、ご自身で通知を受け取る日時を設定し、出し忘れの心配もなく計画的に分別をしてゴミを捨てることができます。このアプリはカレンダー機能のほかに、ゴミの出し方の説明や物の名前で分別の種類などが分かるゴミ分別辞典、家電リサイクルの処分の仕方や関連業者、問い合わせ先、よくある質問、市からのお知らせなど受け取ることができます。またアプリを開くだけで簡単に週単位、月単位のゴミ収集カレンダーが表示されるので、紙のカレンダーで確認するより見やすくとても便利ですので、ぜひご利用ください。それでは利用方法について説明します。まず画面に表示されている二次元コードをスマートフォンで読み取ってアプリをダウンロードします。お住まいの地区を選択して設定してください。これだけであなたのお住まいの地区のカレンダーが表示されます。なお、このアプリは日本語表示のほかに、お使いのスマートフォンの言語設定によって外国語での表示が可能です。対応言語はゴミ収集カレンダーと同じで、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、中国語、簡体字の5カ国語です。その他の言語設定に設定している人の表示は英語になります。日本語でアプリをご覧になりたい場合は、言語の設定を日本語に変更してください。また、ゴミ収集カレンダーの情報は毎年更新されます。年度途中の市内での転居でも、アプリの地区設定を変更するだけで転居先の収集日をすぐに確認することができます。アプリを一度ダウンロードすれば、毎年自動的にカレンダーが更新されるので、転居のたびに紙のゴミ収集カレンダーを取りに行く手間も省けて便利です。日本語も外国語も同じ二次元コードからアプリをダウンロードできますので、地域や職場の皆さんにもおすすめしてください。どなたでも簡単に使い始められます。詳しい操作方法や設定の仕方は市ホームページをご覧ください。最後に、ゴミ収集カレンダーやゴミ分別アプリに関するお問い合わせは、さくらリサイクルセンター電話 20-9272、 ファックス 20-2575 までお寄せください。以上、さくらリサイクルセンターからのお知らせでした。